幅がね、はい、どこまでできるかというコントロールも含めてね。これがインコース、しっかりとストレート投げ切りました。空振り三振です。今のボールを完全に送ってるのはやっぱり変化球もしくは抜かれるかなと。変化球も頭にあるだけね。絞り球が見つかっていないというようなところですかね。最後はスライダー曲げていきました。空振り三振。宮城苦手の立ち上がり、見事三者凡退で抑えています。スライダーですか。外からちょっと甘く入った分ストライクになりました。3つ目の三振を奪っています。選手だなというのは実感しましたね。最後は外のまっすぐ、松田手が出ませんでした。これが三振4つ目。宮城2回ランナー出しましたが抑えています。コントロールかなりよく見えるんですが、いかがですか。あ、ちょっとここは逆球になりましたが、インサイドの気配を感じたんでしょうね。そんな球種を使えないと球しますからね。最後はスライダー低めに投げてバットが空を切りました。今日三振です6つ目です。今でも低めに決めてますしね。まあ緩急使いながらカーブを緩いところで稼いだ中でね、はい、ここでおっと三振7個目です。餌まきしようとしたところにバッターがもう寄りから牽制してインコースでないですからね、はい、最後は外で投げ切りました。今日三振8つ目。これは素晴らしいボールで決めましたね。